皆さんこんにちは。小学校区の生活情報番組スクールエリアマップ&ポータル、略して SMAP、 ナビゲーターの加門雄三でございます。今日も元気です。シュータです。はい、橋田シュータ君でございます。はい時々お休みのアコさんでございます。そうですね、はい、今日いらっしゃらないですね、はい、たまにお休みがあります。たまに休まないとね、はい、まあ、人は休息が大事だと思います。そうですね、はい、ということで今日はアッコさんお休みでございますが、はい、今日はですねシュータと2人でお送りしてまいりたいと思いますが、はい、さあもういよいよですね、今日からちょっとやっぱり寒くなってきましたね。もう寒いですよ本当に、ね、本格的に梅雨が始まってきたなって思うぐらいの寒さが始まってきた感じですよね。ね、なんかこう、はい、季節の移り変わりがこう春夏秋冬こうなんか分かりにくい、はい、ね、最近のこう季節の移り変わりというのはなんかぼやぼやぼやと移り変わっていく感じでございまして、ね、はいはい、紅葉もそんななってない中だよ、ね、寒さですよ、はい、ということで、まあ、もう一つこう視覚的にまだ秋を感じるにはちょっと早いようなはい感じですけどもね、もう気温の方はぐんぐんぐんとそうですね、下がってきておりますね。はい、さて、今日は11月の、第3金曜日でございます。はいね、ということで、随分と最近気づくんですが、はい、なんか、空き地が目立ったりとか足場が立ってるところがですね、はい、かなり増えてきてますね。そうですね、やっぱり はい、公費解体だったりとかのなるほど、ね、はい、そういうのがあってですね、やっぱりこの熊本地震の爪痕、はい、今になってさらにこう目立つようになってきた気がしますけどね。そうですね、言われてみれば僕も取材しててそういったところが増えてる感じはしますね、今言われてみれば、ね、はい、でずっとこう駐車場なんかもですね情報として提供してるんですけど、はい、駐車場の情報、最近変わった駐車場1日止めてて300円とかありますね、はい、砂利にしてあって、ね、砂利がしてあって、うん、で時間制じゃないんですよね、うん、そうそう、はい、あれはね、なんかねここに後々なんかを止めるまでの間の、駐車場みたいな、うん、そんなスタイルの駐車場があちらこちらにですね出てきておりますね。できてますね、はい、言われてみれば、なかなか、はい、いつなくなるかわからないのでマップ上にはちょっと落とし込めない駐車場だったりもするんですけど、あ、そうですよ ね、はい、ということで、まあ、そういった熊本地震の爪痕まだまだでございますし、なんたって東北大震災もね、はい、まだまだですからね。そうです、それ考えると被害の規模を考えますと、まあ、熊本はまあ早い方だと思うんですけどね、はい、でもということでね頑張っていきましょう。はい。